ミニミニは、ミニスラよりも食い込みがあって、ループドライブとかとてもやりやすくて、回転がかけやすい。ミニスラは、ミニミニよりも強打が打ちやすいっていう感じがあって、ちょっと補正が低くて、強打向けっていう感じがしました。V1 のエクストラは、一番掴みやすくて、ミスをしづらいっていうイメージがあって、回転と腰線が掴みやすくて、ラスト強打も打ちやすくて、バランスがとても取れてる感じがしました。インナーを使わせていただいて、腰線が立って台に入るイメージがとてもあって、安心して振れるなって感じました。V22 は回転かかって飛ぶって感じ、そんなに硬いってわけじゃないので結構みんな使いやすいから。 V20 は銃も普段使ってて硬くて回転がたくさんかかるので何でも安心して釣れるって感じです。 V15 エキストラはこの中で一番柔らかいのであまり力入れなくても速いボールが出るのでやりやすい。普段アウター使っているのでこれはインナーなのですごい球持ちが良くて何でもなんか球を持つか掴む感覚があるので安心してくれるなって思います。V22 はすごい球持ちが良くて安定性があるなと思いました。 V20 は弧線が磨けるなと思ったのでとても良かったです。 V15 は回転量がすごくかかるため安定感があったため何もストレスなくカウンターができました。すごくその僕的に球持ちがいいラケットがすごく好みなのでずっとボールを持っている感じがあってとても良かったです。私はエキストラと V20 の中間ぐらいだと思います。個人的には食い込ましなくてもボールが勝手に飛んでくるイメージがありました。これはボールを打った時に少し直線的にボールが出ていくイメージがあります。ブロックがすごくしやすかった。 V20 は結構ブロックが結構しやすかった印象です。攻めやすい感じがして、こう安定感とかあったイメージです。自分的にはドライブがすごく両ハンドでもしやすくて、自分の思った通りのボールの質だったり、ボールの出方だったりっていうのを調節しやすかった。下回転位置とか上でもどっちでも結構ボールが走るイメージがあって、すごい打ちやすくて、スピードとか回転どっちも出やすい。使いやすいなって思います。自分的にはグリップがいつも使っているよりもちょっと太めだったんですけど握り心地としては結構良くて良かったです。サイズ感とか私もグリップ持ちやすくて力入れやすいなって思います。タイミングとかも合わせやすくて自分の力がちゃんと伝わってくれるだけで。
ミートしやすくて、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。一部優勝目指して頑張るぞ。